ダンシングブレイブ。ダンシングブレイブは、イギリスの競争馬。アメリカで生産され、イギリス、フランス、アメリカで、計10戦発勝の成績を残した。主な価値倉は2000ギニー、キング・ジョージ・ロクセ・クイーン・エリザベース・ダイヤモンド・ステークス、外戦門章など。1980年代のヨーロッパ最強馬との声も、高く、インターナショナルクラシフィケーション、減。 ワールドサラブレッドランキングでは史上最高のレートが与えられた。1986年度ヨーロッパ年度代表馬、イギリス年度代表馬、フランス年度代表馬。引退後は種ボバとしてイギリスと日本でつなぎようされ少ないサンクスから GI 優勝馬を輩出した。アメリカのグレーンウォーク牧場によって生産されたダンシングブレイブはイヤリングセールで サウジアラビアの王子であるハーリドビン・アブドゥッターに20万ドルで落札され、イギリスに渡る。舞踏家から名を取られた父リハールと、インディアンのナバホ族の王女という名を持つ母にちなみ、踊る、インディアン戦士と名付けられた。しかしその名に反して、非常に、おとなしい馬だったという。2歳児を2戦二2で終えたダンシングブレイブは、明け3歳になると、クレーブン・ステークス。 AG3 で初重勝制覇を成し遂げ、自走、初 G1 レースの2 0ニーでは2着のグリーンデザートに3場審査を付け勝った。エプソムダービーでは決闘などからスタミナ不足が懸念されたが、結局単勝1.5倍の圧倒的な一番人気に押されることとなった。レースはスローで進み、ダンシングブレイブは後方待機となった。 直線で大外に出すがバランスを崩して、ほぼ最高峰となり、残り2ハロンの時点で先頭のシャーラスタニとは12バシンほどの差が開いた。しかし、ここからダンシングブレイブは追い込み、ラスト2ハロン目が10秒3、抜けてたシャーラスタニに迫った。だがわずかに届かず、1、2バシン差の2着に終わった。ダービーで初めての敗北を喫したものの、 その強さを知らしめたダンシングブレイブは自創、エクリプスステークスで、鉄の女の異名で呼ばれた世界的競合、トリプティクや、ベッドタイムに4馬身差以上をつけ鑑賞。次のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスでは、一番人気こそ、エプソム・ダービーに続き、アイリッシュ・ダービーを差で制したシャーラ・スタニに譲ったが、ハイペースのスタミナを消耗する展開にもかかわらず、 ゴール前も粘り切り、2着に3、4馬身の差をつけて、優勝した。秋初戦、外戦門賞の叩き台となった、セレクトステークス、AG3 では2着に10馬身差をつけ、レコードタイムで圧勝。本番の外戦門賞では、ベーリング、シャーラスタに、シャーダリ、トリプティク、アカテナンゴ、ダララ、他にも東京優秀、日本ダービー優勝馬シリウスシンボリ、 チリのラスオークス優勝馬マリア・フマタなど、出走15頭中11頭までが G1 競争優勝馬という1965年優勝馬シーバードはベーリングの祖父と並んで史上最強と称される豪華メンバーがロンシャンに集結した。レースはスローで進み、ダンシングブレイブはダービーと同じような位置取りで後方、前から12番手。最後の直線入り口でもまだ同じ位置で、 しかも、前が壁になったので大外に振らざるを得なかったが、そこからラスト1ハロン10秒8の足で豪快に、差し切り、2着に入ったベーリングに1一2場審査をつけ、コースレコード、当時で勝利を収めた。この後、アメリカに遠征し、サンターニタパーク競馬場で行われた第3回、ブリーダーズカップターフに出走するも、いつもの爆発的追い込みを全く見せないままに、 マニラから大きく離された4着に敗退。間もなく、関係者が引退を表明した。しかし、この敗退によって、ダンシングブレイブの評価が下がることはなかった。ダンシングブレイブは、外戦門賞に勝つ以前から、リボー、シーバード、ニジンスキークラスの馬として評価されていたが、並いるメンバーが揃った、外戦門賞で劇的なレコード勝ちをしたために、高い評価が寄せられた。 1977年から始められたインターナショナルクラシフィケーションでダンシングブレイブは141ポンドを与えられた。この値は1978年に外線門章を連覇したアレッジドや1981年にダービー史上最大の大差で勝ったシャーガーに与えられた140ポンドを上回って史上最高値で少なくとも1977年以降の世界の サラブレッドの中で最強であるということを示していた。26年後の2012年に過去のレートの見直しが行われ、1986年の各場のレーティングは一律3ポンド引き下げられることになった。この結果、歴代首位に立ったのは2012年に140ポンドを与えられたフランケルで138ポンドとなったダンシングブレイブは2011年まで1位であった。 ことは、変わりがないが、歴代では2位となった。この見直しには、賛否がある。引退後は、ダルハムホールスタッドで、日本円換算で、総額約33億円の大型新受けトが、組まれてたネボバイリしたが、1987年秋、富士の病で奇病とも言われるマリー病に、蝕まれてしまう。この年、イギリスで、 マリー病に罹患したサラブレッドはわずかに5頭であったが、よりにもよってそのうちの1頭が本馬であった。その後も種ボバ活動を続けていたものの、1988年生まれの初年度3区がほとんど走らなかったことと、体調管理の難しさなどから1991年、ダルハムホールスタッドは早くも見切りをつけて、売却を模索し始めた。その金額は、新時計と総額よりも、 はるかに格安のものであった。ダンシングブレイブが購入可能と打診を受けた日本中央競馬会は購入を検討し、マリー病ゆえに JRA でも馬産地でも賛否両論乱立する激しい議論になったものの、最終的に購買を決断し1991年に日本へ輸入、日本軽種は協会へ寄贈されることとなった。ところが、その後、イギリスに残したから、 マリー病理看護に種付けした世代に、コマンダー・イン・チーフ・ホワイト・マズルなど、活躍馬が続出し、欧州の関係者を、早すぎた日本への輸出と嘆かせた。また、イギリスでは、スポーツ紙のみならず一般紙でさえ、壮計な判断から起きた国家的な損失と報じと言う。これら3区はいずれも日本に輸入され、中央競馬、地方競馬で活躍馬を出している。日本でもエリモシック、 競泳マーチ、キングヘイロー、テームオーシャンなどを排出し成功した。その後も体調が不安定で治療薬の副作用にも苦しみ、守護場生活は順調とは言い難いものであったが、空調を導入し馬防の温度管理を徹底したり、専属スタッフが傍らに常駐したりと、関係者の尽力もあって、裁判年まで少ないながらも、産区を出し続けた。 1999年8月2日の早朝に体調が急変して死亡。その最後は横になったらもはや立ち上がれないと悟っていたのか、病気の苦痛に耐えて最後まで4本の足で踏ん張り、立ち続け、そのまま息を引き取るという見事な立往生であったという。三区の多くはマイルから中距離を中心に活躍し、父馬同様優れた瞬発力を武器にし、 重馬場も苦にしない器用さも合わせ持ち、欧州から輸入された主母馬としては、日本の軽い高速馬場への適性も、奇跡高いと言え、JRA で出走した195頭のうち112頭が、勝ち上がり、勝ち馬率57.4%、延べ234勝、そのうち重賞25勝、アーニングインデックス2.53となっている。しかし、 その反面体質が弱い3区も少なくなく、体調管理の難しさからレースにムラがあるという意見を多い。なお、その後も母の父、ブルードメアサヤーとして、スイープ登場や名称サムソンを出しているほか、コマンダーインチーフ、ホワイトマズル、キングヘイローといった後継種母馬も GI 競争優勝馬を排出した。GI 競争優勝馬の未記載、アスタリスクのついた馬は、 日本輸入場 GI 競争優勝場の未記載。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。